世の中の大多数の人はアクションにリアルなんか求めてないの。ファンタジーでいいんだよ。ダンスだろうがなんだろうがちゃちゃっと軽くかぶせよ。それはプロの仕事だろう。もともとは戦前に作られた亜鉛工場なんだけど、まあぶっちゃけ言うとちょっと訳ありでね。映画はフィクション、作り物なの分かる。この状況をリアルに切り抜ければ、この経験は必ず敏郎さんの映画に魂を吹き込みます。誰だてめえ。今すぐでもお前を殺すことができる。だがやらない。なぜだか分かるか。俺はアクション俳優だ。じゃあ余計なことしねえでくんねえかな。こっちも無駄に兵隊痛めつけられちゃ困るんだよ。ファンの期待に応えるのが俺の仕事だ。ファン。佐久間敏郎さん、あなた俳優、アクション俳優ですよね。